現代のトルコの地図上に示した古代都市キリキアの揃いの位置。地図中の赤い点は現代のメルシンであり、揃いもこの縮尺では同じ位置と言ってよいが厳密にはメルシンより少し西に位置している。揃いの遺跡の列中、揃いは古代ギリシア時代のキリキアの港湾都市で、遺跡は現在のトルコ中南部メルシン大都市圏の目次取りにある。揃いは ロドスの植民都市として、紀元前700年頃に創建された。紀元前333年には、アレクサンドロス3世が、それまで、アケムネス朝、ペルシア帝国に従っていた揃いを攻略した。揃いは、紀元前83年にアルタクシアス朝、アルメニア王ディグラネス2世の襲撃によって、破壊されたが、マグヌスと称されたグナイウス・ポンペイウスによって、再建された。 このため、再建されて、以降は、ポンペイオポリスと呼ばれるようになった。文法違反、破格を意味する、ソレシズムという表現は、古代ギリシアのアテナイ人たちが、揃いの人々の方言を、アッティ系のギリシア語がなまったもの考えていたことに、由来する。1813年6月、チャールズ・ロバート・コックレルが、ポンペイオポリスを訪れた。彼の旅行日誌と、 トルコの南海岸沿いに散在する考古学遺跡から検討すると、揃い、ポンペオーポリスは、エライウス・サ・セバステに位置していたものと考えられる。ありがとうございます。